ハローほら、こんにちは。パーカッションの高見です。この動画では、シェイカーをいい感じに振る方法をシェアしていきますので、あー、なんかシェイカーうまいこといかんなと、なんかいけてない気がするとね、お困り、お悩みのあなた、ぜひこれを参考にやってみてください。はい、この動画は以前行ったシェイカーのワークショップで解説した内容を簡単にまとめたものでございますので、 ワークショップに参加してくださった方は復習と思ってみていただいて参加したことないよという方はですねこのチャンネルでは毎週日曜日にパーカッションのワークショップ開催してますのでぜひチャンネル登録して遊びに来ていただければと思いますはい、それでは早速やっていきましょうはい、ではまずですね初心者さんが陥りがちなこうするとうまくいかないよっていういけてない例を紹介していきますなんかこううまいこといかんなっていう自覚がある人はこれのどれかに当てはまっているのではないかと思いますはいいけてない例その1シェイカーを全力で振ってしまう このシャカ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 っていう音をね一個一個綺麗に発音しようとかね粒立ちをよくしようって考えるあまりにこう頑張ってえ全部を鳴らそうと全力で振ってしまうとえこうするとね結構音楽に合いづらいっていうかシェーカーだけね浮いてしまったりえ極端にこう音色が音色が,音色が汚くなってえしまいますので全力で振る必要はありません。 はい。いけてない例、その2。やたら上下前後に動いてしまう。はい。これも全力で振るっていうのと似てるんですけれども、やたらこうね、上下に動かしてしまうと。はい。こうなると、もう中のつぶつぶがあっちゃこっちゃいっちゃってね、とても綺麗な発音をすることは難しいです。はい。で、プロの演奏家、プロのパーカッショニストが特殊な奏法、応用的な奏法として、 さあ、さあ、さあ、さあみたいなさーっていう長い音、これ表現するときにこう上下のアクションを取ることはあるんですけども、これ結構難しいです。はい。なので初心者さんはまずはこれは後のお楽しみということで一旦置いておいていただいて、えー、基本的にはこうね前後、はいこのシェイカーが平行に動くように意識するといいと思います。 はいてててないいい、その3手首で振っっしまっている。はい、人間の手首っていうのは実はね結構よく動くんですよ可動域が大きいって言ったらいいのかなはいなのでこの手首を使ってシェイカーを振ろうとすると必要以上に大きく動いてしまったりそのコントロールね動かす具合 え動かすす幅を調整するのがとても難しいです、はい、できないことはないんですけれども難易度は高いと思ってくださいこの手首を使ってね演奏するっていうのはなので基本的にはこの手首を使わなくて OK です後ほど解説しますはい最後はいけてない例その4やたら全ての音粒が揃っているはいこれは真面目な方というかね几帳面な方に多いのでいけ、まあ、てないっていうのはちょっと申し訳ないんですけれどもやたらこう。 全ての音粒が、って、こう揃うように頑張って、頑張ってね、揃えようとしすぎてしまうっていうのかな。はい。これ一見いいような気がするじゃないですか。いいような気がするんですけど、実際音楽の中でこう合わせてみると、あれなんかこれ浮いてんなと、音がね、いうことに気づくと思います。あるいはこう、やたらこう、綺麗に綺麗に、こう、マス目を区切っていくような、まあ悪い意味でのメトロノームみたいな、チキ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 ,チキ,チキみたいな、 え演奏になってしまうかなと思います。はい。ただもう、綺麗に振れれば、あと一歩でいい感じにはできますので、この動画でぜひマスターしていただければと思います。はい、じゃあお前いい感じに振ってみろよという声がね、聞こえてきましたので、振ってみたいと思います。いい感じっていうのはこういう感じです。はい、いかがでしょうか いや、俺の方がいい感じに振れるねという方はね、ぜひコメント欄で名乗り出ていただければと思います。はい。まあ、つまり生活、シェイカ全力で振る必要なく、上下に振る必要もなくですね、楽に振って、この発音に若干のこう抑揚をつける。はい。こう、波が流れていくような、水が流れていくような、 流う流暢なね、えー、シェイカーを触れる、えー、やり方、エクササイズっていうのをこれから紹介していきますので、ぜひやってみてください。Uh, one, はい、uh, それではエクササイズです。Uh, three, もうすでに流れておりますけれども、uh, four, このカウント、uh, one, よく聞いてください。アッ

1アップ2アップ3アップ4アップ1アップ 2OK ですじゃあ次はこのまま指を開いて手刀の形にしますこう、はい、包丁をジェスチャーするような感じねツー、はい、カウントで包丁を切りましょうしせーの1アップ2アップ3アップ4アップ1アップ2 Ah three, ah four, ah one, up two, ah three, ah four, one, ah two, ah three, ah four, ah one, ah two, ah three, ah one, ah two, ah three, ah four, one, two, three, four, one, two, three, four, one. はい、軽く弾ませる感じで大丈夫です。1、2、3、4。トン、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 1、はい、ではこれに最初にやったあって引き上げる、クイッとやるっていうのを組み合わせます。つまりあ、アップ1、アこプ2、アップあ、アッ4。1、2、3。あ Ah four. Ah one. Ah two. Ah three. Ah four. Ah one. Ah two. Ah three. Ah four. Ah one. not ah 2 ah 3 ah 4 ah one. Ah two. Ah three. Ah four. Ah one. Ah two. Ah three. Ah four. Ah one. Ah two. Ah three. one. はいお疲れ様でした。一旦休憩です。バカにせずにね、ちゃんとやった人、ちゃんと成果が出ますので、ご安心ください。はい、えー、今何をやったかっていうと、クイッとね、自分の方にこの腕を引き上げる、はい、近づける動き、はい。この動きっていうのはね、日常生活で意外とやらない動きなので、結構意識して練習してる必要があります。はいで今のカウントに合わせてうまいことできなかったよっていう方は、一回このね、 動画を止めていただいて構いませんのでなるべくゆっくりはい、自分が確実にこの腕をコントロールできてるなっていう感覚が得られるくらいゆっくりクイックイッっていうのを、えー、ゆっくりから練習してみてくださいはい。で、その次何をやったかというとトン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 っていうね包丁のジェスチャーをしましたはい。これは本当にもう軽く軽く 反対の手を用意してこの上をボールが弾むような感覚でトン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 トあっどうもどうもどうもっていうねこういう感じなんですけどはいトン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 これが楽にトントンできますとこれがそのままねシェイカー振る動きになりますのでなるべく楽にトントン弾ませる感覚を身につけた上で最初にやった「わ」 アト、ぅ、あふぅ、あふぅ、あふぅ、あアぅ、あアフあアんと、あと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 んこあい、んと、あと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 と、あとん指とんと、あとのと、あとんと、あとんと、あとんと、とんと、あとと、 軽くこうつかみます。はい。この状態でオッケーです。で、同じ動きをやる。ワン、アトゥ、アフィ、アフォ、アワン、アトゥ、アフィ、アフォ、ア。はい、できた。はい、これがイケてるシェイカーの振り方でございます。ワン、アトゥ、アフィ、アフォ、アさっきありましたね。 アトンと、あ、そのままシェイカーがカポッと乗っかっただけ。ま、あつまり自分のこの体の動きが <laughs> そのまま音になったと思っていただければいいかなと思います。トトトトトアアアとっと、あとっと、あとん、あとん、あ1、あ2、あ3、あ4、あ1、あ2、あアワンこうなります。楽で構いません。あ、あ、あとて全力で振る必要ないんで、楽で。

はいというわけで以上でございます。はいもうこれだけです。これをひたすらあとはやっていただければいい感じに振ることができます。はい普段ね、慣れない動きっていうか使わない動きだと思いますのである程度は繰り返し繰り返し何回も何回も反復してやってこの体の 動きを脳に覚えさせる必要がありますので、あ、こういう感じかっていうのを今回理解していただいたら、それをまあ繰り返して。あ、ワン、あ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 。繰り返し繰り返しやっていくと、だんだんね、えー、意識しなくても、この、あ、あ、ん、あ、ん、あ、んっていう感覚が、えー、自然に出てくるようになりますので、えー、そのようにやってみてください。 はい。で、シェーカーの持ち方についてね、特に触れてなかったんですけれども、この親指と人差し指のこのくぼみ、ここにね、スポット入って支えられれば、後の指はもうどうでも構いません。はい。自分の好きなように、えー、楽に持てる持ち方で持っていただければと思います。はい。足、ま、っ、あ、て言うとね、このシェーカーが平行保てるように、えー、持っていただくと、割と安定するんですけれども、 平行を保たなければってね、頑張って持つあまりに力んでしまうぐらいであれば、まあ多少ね、もう斜めでも構いませんので、とにかくこう楽に持って、楽に振るということを意識してやると最初はいいかなと思います。はい。で、この親指と人差し指でこう挟むっていうのは、まあ、つまりこの動きができるっていうことなんだけれども、最初に言ったですね、手首を使いすぎると、 逆に難しいよと。はい。手首のね、こっち方向の動きっていうのは、可動域が大きいので、たくさん動いちゃうわけなんだけれども、こっち方向の動きだったら、そんなに動かないですよね。はい。で、可動域これぐらいなんですけれども、これぐらいの可動域っていうのが、このシェーカーとか振り物を振るのにちょうどいい感じなんですよ。これぐらい、えー、適度にしなるくらいの可動域であると、 し式式式しきしとね、歯切れよく触れます。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッション情報を大変マニアックに発信しております。他にも動画たくさんありますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。またメンバーシップの制度を使って、このチャンネルのサポーターさんも大募集しております。このチャンネルのパーカッション情報を広めていくぞ、残していくぞという趣旨にご賛同ご支援いただける方いらっしゃいましたらですね、メンバーになっていただきますと大変嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたします。 また毎週日曜日は YouTube ライブを使ったパーカッションワークショップというのもやってますので、合わせて参加していただければと思います。ということで、また次回の動画で会いましょう。バイバイ。